はようございます。今日は2023年1月の29日日曜日です。今栃木の日光にある伊織滝にちょっと行ってきようと思います。今はね、赤沼駐車場に車を止めて、千条ヶ原の方にね、今入っていくところです。あ、いい天気になったね。工程としては5時間から6時間ってところでしょうか。今日はね、天気も良くて、ちょっとね、日光白根山の方は雲がかかってるんですけど、気温はだいたいマイナス10度ぐらい。今のところそんなに寒いって感じはしないですね。日が出てくればもうちょっと暖かくなると思います。今日は今のところチェーンスパイクと、あとはこれですね、滝裏に入るのでヘルメットと、あとその手前に雪があったら大変なんで、スノーシューを持ってきました。3日前に結構大雪が、大寒波が来たんで、もしかしたら積雪が多いかもしれないです。今のところね、圧雪されたみんながね、結構踏み跡があるんで、圧雪されてるんで、ここは歩きやすいですね。赤沼駐車場は今年はちょっと試験的に開けてるようです。結構大きい駐車場なんで、100台からもうちょっと止まれると思うんですけどね。広い駐車場です。伊織滝に向かうときはこの赤いリボンを目安に進んでいってください。このね、一応小田城ヶ原っていう方を目指していきます。すごいね、ギュッ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 言ってるよ。歩くとね、結構こうギュッ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 自分の音がね聞こえるんですけど、止まるとねすごい静かですね。あんまり鳥も鳴いてないんで、ちょっとつまんないな。行くぜイエイイエイイエイ
自分の影が映ってる。ちょっと覗いてみましょうかね。千畳ヶ原展望台です。いやん、全然ダメじゃん。はい、残念です。こっちね、あ、南大山、まあ、少し雲はかぶってなさげだね。こっちの方はね、群馬側の方は結構これから目指すね、日光白根山の方はちょっと雲行きが怪しいですね。少しね、小雪もちらついてくるようになっちゃいましたね。おはようございます。今日は庵滝に行こうと思います。赤沼駐車場を出発してだいたい片道3キロぐらいで到着すると思います。時間はね、だいたい5、6時間ってところで着くと思います。今日はね、ちょっとこれですね、チェーンスパイク今のとこつけて、ゲーターつけて、あとはこれはアルパインスノーパンツと、あとは中にもね結構着てて、ジオラインと、あとはノースペースのフリース、あとモンベルのトレイルアクションジャケット、それとこれですね、ミレーのティフォンですね。まあ、ティフォンってもこれ普通の雨具なんで冬用じゃないです。で、手袋はこれ、スノボとかで使ってるインナーグローブですね、これ使ってます。で、今日は庵滝の中に入るんで、このヘルメットとこれスノーシューです。このね、そう一番肝心なこのチャックを締め忘れようねないか確認しましょう。雪の中でね、ポトッと落とすと見つからなくなっちゃうんで、ポケットのね確認をちゃんとしてください。これね、忘れないようにしていきましょう。でちょっとね、今ちょっと地図を確認します。今だいたいスタートしてね35分ですね。赤沼駐車場をスタートして35分でここの今展望台のところに来てます。今のところね、夏と同じね自然観察路を歩くんで、そんなにアップダウンもなく歩きやすい道になってます。じゃあね、行ってみましょう。せい。だいたいね、赤沼駐車場を出発して1時間ぐらいでここのねバス停のところまで到着です。トイレはね冬季閉鎖してるんで使用できません。ちょっと一旦休憩しよう。少し覗いていこう。もう少し天気良くなってきたかな。小田代ヶ原に到着です。おお、南大山、あっちはあれだね、女峰山とか、いいね天気が。
風がね強いんよ。で気温が -8°。いい風が強いじゃん。ちょっとねほら太陽出てれば多分あったかいんだよ。もうここに着く頃にはね体温まって熱い熱いなんて1枚2枚脱いでるんかなと思ったけど、気温は全然上がってないね。太陽も全然出てないからやっぱりね防寒対策は余分に持ってた方がいいと思います。でさっきねちょっともう風も強くなってきたんで、これホワークマンの見えるかな、ホワークマンのなんだろう防水グローブ、これはね本当に何もインナーもついてないペニャペニャのやつなんですけど、さっきのこれねスノボのインナーグローブとこのペニャペニャの薄い防水グローブをこうすることによって防水性と保温性がだいぶね上がります。まあ普通のね雪用のスキー用とかスノボ用のグローブもね持ってきてもいいんですけど、そんなに大げさじゃなく、これもね結構コンパクトになるんで、まあ雪山というかこういうねトレッキングぐらいのスノーハイクぐらいだったらこれで十分かななんて思ってます。スノーシューにね履き替えていきます。スノーシューにね履き替えました。よし行くぜ。今ね9時10分です。赤沼駐車場を出発してだいたい1時間20分ぐらいです。で今ここのね車道を歩いてきたら、ここからね林道の中に入っていきます。まあ今のところ見た感じはね普通にチェーンスパイクとかでも行けそうですね。だけどちょっと早めにせっかく持ってきたんでスノーシュー履いてね雪の中をね歩いていきたいと思います。行くぜ。よし、イエーイ。ひひひひって、何がつけろ。ほらあらあらあら、もふもふ。行くよね、もふ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 。あ、柔らかい柔らかい、いいねいいね、面白い。植樹してあるね間をすごいね。
もうほらすごいすごい、あーすげえ、かわいいねこれね、アヒルちゃんいっぱい、おはようアヒルちゃん。今日はね、日光の伊織滝に来てます。赤沼駐車場から片道だいたい6キロぐらいでしたね。朝ね7時50分に出発して、今が9時、もうだいたい10時ですね。だから2時間半ぐらい今のとこ歩ってます。まだね滝は見えてないんですけど、情報によると間もなくね見えてくるんじゃないかなと思ってます。だいぶね降りてくる人とスライドしてるんで結構近いんじゃないかななんて思ってるんですけど、もう少しね頑張りますよ。グイッ結構ね股関節痛くなってきちゃった。やっぱ足元がね重たいね、スノーシュー履いてると。あ、見えてきたね、すごいね。けどさちょっと残念だね、今10時ぐらいなんですけど、もうこの時間は日が当たんないんだね。けど見てすごい青い、すげーすげー、見て見てこれすげーの、おお。うお、到着。いやーすごいね。20メーターぐらいあるかな。高さもね結構人側の大きさだから20メーターぐらいあるかね。すごいね、凍ってるね上の方まで。なんか先週見たやつだと下の方は溶けてたけど、何本かね落ちてる感じがするね。すごい迫力だ。いやすごい、いけそう、ハーツするハーツ。すごいねこれね、あこれ中すごいじゃん、通ってるんじゃん、見えるかな。これね氷のトンネルになってる、表面だけ凍ってるって感じだねこれね。あ面白い、こうなってるんだね。すごいねこれね、表面だけ凍ってて中をね水が通ってます。そういうことなんだね、すげえすげえ真っ青だよ